どうもこんにちは、松井塾の松井です。北極の太陽の動き方というのを見ていきましょうという形になるんですが、北極の太陽の動き方は超簡単なんですが、この要するに縁のところをぐる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 回るという形になります。いつか縁のところをぐる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 回るという形になります。夏至の時、冬至の時は違いますよ、先生っていう人、よく勉強してます。が、そこまで出ません、高校受験では。中学受験だと出るんですけどね。高校受験だとそこの夏至とか冬至の時というのは、あんまりそこまで深く突っ込んでこないケースってよくあるんで、まあ、簡単に説明しますと、春分、秋分の時になります。はい、まあ、春分の日、秋分の時とは、夏至、冬至の時の違い関係はまた動画でアップしますが、これは見てください。よろしいでしょうか。東を通って、南通って、西に沈む。ね。東通って、南通って、西に沈む。というふうな形になるわけです。ですから、こう、ぐるーっとこう回るという形になります。ぐるーっと回るという形になります。で、ポイントになっていくのはここで、東通って、南通って、西で、こう、ぐる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 回転させますよ、というふうな形になるんですね。ここが大事なところになってくるんですけど、北極の時覚えてるんです。北極の時覚えてる。南極の時反対だから。南極の時反対だから。で、どこを見るかっていうと、北極って北半球と同じじゃないですか。ですか？北極って北半球じゃないですか。ってことは、北極の北半球の図を一旦書くんです。一旦書くと、こうなるんですよね。この順番で来るでしょ？矢印が。あ、ごめんなさい。この順番で来るでしょ？こう行って、こう行くと。こう行って、こう行くと。で、この北半球の太陽の図をペタンと落とすんです。ペタンと落とすと、こうなる。ね。というふうな矢印の向きになりますよってことです。だから、北極が、もし、あれ、どういう、これね、忘れやすいんですよ。赤道は絶対忘れないんですけど、北極の要するに太陽の動きって忘れるんですよ。で、南極と出されると、どっちがどっちかも絶対わかんないんですよ。わかんないから、まず北半球の図が。北半球の図書いて、こいつをポトって落とすんです。で、こいつをポトって動かすと、ほら、矢印の向きが、こっち向きでしょ？こっち向きになるでしょ？こっち向きなのが、これをそのままポトって落とすから、こういう風な向きになってるやんっていう風な話になるでしょ？っていう風な形で、実は太陽の日誌運動で、北極南極が出た場合に関しては、北半球と南半球の図を書いていった。で、パンと落として、矢印が合ってるかどうかを見ると、わかりますよ、という風な形になるわけですね。よろしいでしょうか？ただ、何回も言ってることなんですけど、その別にそのどんな上手い授業を受けようが、どんな素晴らしい、先生に当たろうが、基本的に自学自習しなかったら絶対成績上がらないので、必ずちゃんと復習しといてねって話です。いつか。何度も何度も復習するという風な形になっていく、という風な形になっていくのが大事になってくるので、そこをしっかりと見ていきましょう、という風な形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。